どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーンと、またですね、ヒルトンのステータスマッチがですね、4月になりまして更新されておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ヒルトンのね、ホテルポイント購入すると最大 100% ポイントボーナスキャンペーンですね。まず期間がですね、2023年の5月の10日13時59分までっていう風になっておりまして、こちらね、日本時間に私の方でね、直しておりますんで、公式やつね、概要欄に載せておきますけども、ちょっとね、時間違いますんでね、この点はご注意ください。で、今回のね、ヒルトンホテルポイント購入のキャンペーンは、最大 100% ボーナスポイントっていう風になっておりまして、で、こちらのね、キャンペーンの条件なんですけども、5000ポイント以上ね、購入していただくと、このね、100% ボーナスがね、作っていた形になります。で、今回のね、100% ボーナスポイントキャンペーンなんですけども、ヒルトンホテルってね、いつも8万ポイントまでしかね、購入することができないんですけども、どうやらですね、2万4000ポイントまで今回ね、購入することができるっていう風になりますんで、2万4000ポイント購入すると、あ、ごめんなさい、24万ポイントですね。失礼しました。24万ポイント購入すると、まあ、100% ついて48万ポイントっていった形になります。で、ポイント付与はですね、ポイント購入後48時間以内にですね、アカウントにね、付与されるっていった形になります。でですね、ちょっと私ね、メールアドレスをタイミング悪くね、このタイミングでね、メールアドレスを今変更してもらっておりまして、これね、変更をね、ちょっとチャットでお願いしたらですね、ちょっと今ログインできなくてですね、ちょっと詳細がですね、ポイントの価格の詳細がね、ちょっと見れておりませんので、この点はね、申し訳ないななんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ですね、24万ポイントまで、今まではね、確か年間8万か、年間16万だったかな。まあ、上限があるんですけども、これがね、今回のキャンペーンに関しては、まあ、引き上げられているっていった形になるんですよね。ですので、今後ね、こういった感じになっていくのか、今回だけたまたま増えたのかね、ちょっとわからないんですけども、今回はですね、24万ポイントまでね、購入することができるみたいですね。で、1ポイントね、単価、いきたいと思うんですけども、ちょっと私の方でね、いつも通り表を作らせていただきました。またね、ドル円がですね、またレート悪くなっておりまして、1ドル 132.78円っていう風になりますんで、この価格でね、計算させていただいております。で、6万ポイントのね、ところ見ていただくと、6万ポイント購入すると600ドルで、今回のボーナスが 100% ボーナスということで、合計12万ポイントですね。これが79,668円っていう風になりまして、こちらね、カード決済になりますので、外貨決済手数料はね、2% 乗ってきますんで、81,261円。まあ、このぐらいのね、大体ね、このぐらいになるっていう感じですね。ですので、今後ね、今回購入していただいて、利用するときに、1ポイントね、0.6 円以上で、まあ、利用することができれば、まあ、お得にね、買えたっていう形になるんですよね。ちょっとね、ヒルトンのポイントだと、0.6 円ってなると、まあ、国内だとね、限られたところでしかね、厳しいかなっていうところで、まあ、海外の観光地であればですね、1ポイント0.6円以上でね、利用することも結構簡単かななんていうふうに思うんですけども、まあ、国内だとですね、こちらね、6強と、まあ、ここら辺がね、まあ、現金決済ね、6強と高いので、まあ、ここら辺で利用していただく分にはですね、かなりね、おすすめっていった形になります。で、今回ね、6万ポイントで見ていただいたわけなんですけども、まあ、大体ね、国内のホテルは12万ポイントあればね、まあ、1泊はね、できますので、これで計算させていただいてるんですけども、まあ、81,261円で、まあ、購入して、まあ、どのホテルでもね、国内で泊まれるっていう風になるわけなんですけども、まあ、6京都ぐらいで、このぐらいね、11万ポイントで現金で買うと、決済すると15万3000円とかね、まあ、こういった感じだったらね、いいんですけども、まあ、ヒルトンの場合はね、ほとんどの場合は、1ポイントね、1ポイント1円以下になってしまいますんでね、こういった感じでね、利用していただくか、ヒルトンホテルはですね、ポイント宿泊ね、5連泊していただくと5泊目無料っていうね、特典がありますよね。まあ、こちらで利用していただくのがね、まあ、おすすめっていった形になります。で、またですね、表にね、外貨決済手数料ね、入れさせていただいておりますけども、まあ、こちらね、レボリュート。今までね、ずっと外貨決済手数料かかんないんでね、お勧めさせていただいてたわけなんですけども、今月の17とかだったと思いますけどもね、チャージ手数料ですね、入れてくる 1.7% ですね、1万円チャージしたら170円取られるっていう風になりますんで、まあ、クレジットカードからね、チャージしてしまうと、これがかかってきてしまいますんで、もしね、利用される方は銀行からね、振り込んでいただくと、
チャージ手数料はね、かからないので、まあ、それでね、利用していただくのはね、いいですかね。もしアメックスから利用されたいっていう方は、まあ、チャージ手数料ね、食らうしかないですかね。まあ、そのルートとしては、アメックス、イデア、レボリュート、チャージ手数料かかって、外貨決済手数料食らわないみたいな。まあ、計算するとね、外貨決済手数料ね、かからない方がね、お得になるっていう風になりますんで、まあ、そっちの方がね、いいと思うんですけども、チャージに手数料がかかってしまうっていう風になりますんで、まあどうでしょうね。銀行から振り込んだ方がね、いいんですかね。まあちょっとこうね、お好みになるかななんていう風に思うんですけども、まあちょっとね、カードのポイントも取りたい部分がございますんでね。まあここはね、難しいところですよね。まあひとまずね、レボリュートはですね、今月ね、チャージ手数料ね、導入しますんで、それまでに購入していただければね、まあ大丈夫っていう風になりますんで、この手はね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、ヒルトンステータスマッチについてですね、このヒルトンのステータスマッチっていうのはですね、まあホテルプログラムね、いろいろマリオットとかアコーとかね、いろいろありますけれども、ヒルトンホテルはね、もうずっとやっておりまして、他のね、ホテルプログラムの上級ステータスを持っている方は、ヒルトンにね、申請していただくと、ヒルトンのね、ステータスを一時的に付与しますと。で、その後ですね、90日以内に何泊していただくと、さらにね、そのステータスを何月何日までね、利用させていただけるみたいな。まあ、こういったのはね、ヒルトンはずっとやっておりまして、こちらね、こういった感じで、4月1日でね、更新されました。で、条件はですね、少しね、厳しくなっておりまして、まずね、このヒルトンのステータスマッチっていうのは、ステータスマッチをしていただくと、ゴールドステータスになります。申請して通ったらですね。で、その後、90日以内に8泊すると、ゴールドが2025年の3月31日まで。で、14泊していただくと、ダイヤモンドが2025年の3月31日までね、利用することができるっていった形になります。で、まあ一応ね、ゴールドはあるんですけども、ゴールドはね、先日、今、クレジットカードのキャンペーン強化しました、してますけども、ヒルトアメックスの一般カードね、発行していただければね、ゴールドになれますんで、ステータスマッチでね、ゴールドを狙うっていうのは基本的にもったいないのでね、この点はやめた方がいいのかなと思います。でですね、条件がね、厳しくなってるっていうところで、昨年まではですね、12泊だったんですよね。で、今年というか4月からね、14泊ということで、もともとね、このコロナになる前までとかですね、18泊必要だったんですよね。ですので、まだね、緩い条件にはなっているんですけども、まあ、今後ね、18泊が戻ってくるのか、このまま14泊でね、来年以降も使えるのかね、ちょっとわからないわけなんですけども、少しだけね、条件緩くなっておりますので、もしね、利用されたい方は、早めにね、利用していただくのがね、いいのかなと思います。まあ、このね、14泊って聞くとですね、ちょっと多いかなって思う方もね、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、でも、14泊でダイヤモンドっていうことは、まあ、一泊ヒルトンの場合はね、1万円以下のホテルも国内にありますので、まあ、そんなに悪くないかなっていう感じですね。まあ、私とかはですね、18泊の時に、宿泊実績2倍キャンペーンを併用して、9泊でダイヤモンドとかね。まあ、これでやりましたんで、まあ、14泊でもね、まあ、全然いいんじゃないかな、なんていうふうに思いますかね。あとは、全国旅行支援とかね、ここら辺を絡めて利用していただくとですね、かなりね、お得に利用することができるかなっていうところですかね。それでは次にですね、ヒルトンステータスマッチの条件ですね。まずね、このヒルトンのステータスマッチっていうのは、ゴールドステータス以上のね、ステータスを保有されている方は、このヒルトンのステータスマッチっていうのは利用することができないって言った形になります。ですので、ヒルトンアメックスの一般カード、プレミアムカード、アメプラのホテルプログラムで、ヒルトンのゴールドを持っている人はですね、こちらね、利用することができないっていうふうになりますんで、シルバーメンバーの方、こちらはね、対象っていう風になっておりますんで、この点はね、ご注意ください。で、ステータスマッチっていう風になっておりますんで、今回のね、募集してるのはヒルトンのステータスマッチなんですけども、ステータスマッチなんで申請元のね、ステータスが必要っていう風になりますんで、まあ、マリオットだったり、IHE だったり、アコーだったりね、まあ、どのステータスでもいいんですけども、上級ステータスが、ね、必須になるっていう風になりますんで、今からね、まあ、一からやりたいって方ね、そんないないと思うんですけども、まあ、一番簡単なのはマリオットアメックスプレミアムカードを発行していただいて、一滞在していただいて、
帯で申請する、もしくは IHG っていうのにですね、インターコンチネンタルアンバサダーっていうのがありまして、こちらね200ドル課金すると IHG のねプラチナステータスになれるんですよね。まあこれになって一泊してね申請する、まあこちらの2択っていう風になるわけなんですけども、まあ今からね一からやられる方はまあ少ないと思いますので、まあやられる方はまあこういった感じになります。でまたですね、申請サイトはですね公式サイトこういった形であるわけなんですけども、こちら今ねGoogle 翻訳で日本語にしておりますけれども、スクショをですね、取っていただくんですよね。滞在実績とか、まあ自分のステータスとかね。まあここら辺全部ね、スクショを取って添付していただくんですけども、英語のね、表記で、ステータスのスクショをね、取っていただかないといけませんので、このね、英語で申請するっていうところは覚えておいてください。多分これ日本語だとね、通らないと思いますんで、この点はね、注意してください。それでは次にですね、実際の利用方法なんですけども、まずね、ヒルトンのアカウントをね、作っていただきます。まあこの一番上ので無料で参加するかサインですね。でこちらのその次にカッコにはですね、ホテルプログラムの現在のエリートステータスを教えてくださいということで、これねクリックするとこういった感じでね、マリオットとか IHG とかね、ハイアットとか出てきますんで、まあこれでねステータスマッチ、元のステータスをね選んでいただきます。でその下の2つにですね、ステータスの証明アップロードと滞在証明書アップロードということで、まあここをですね英語の表記にしたホテルプログラムのステータスプラスして、宿泊実績ですね、1泊以上ね宿泊実績、まあ、作っていただいて、それをね添付していただいて、一番下のねステータスマッチをリクエストする、あと規約とかね同意していただいて、ステータスマッチリクエストするをね押していただければ OK っていった形になります。でマリオットの場合ね、英語の表記の仕方ね解説しておこうかなと思うんですけども、マリオットの場合はこちらね公式サイトありますよね。でこれは PC の画面なんですけども、上の方にね日本語ってのがあると思いますんで、こちらでね英語の表記に切り替えてください。でその後ですね、ご自身の名前クリックしていただくと、こういった感じでねちょっとこちら妻のアカウントなんでシルバーエリートになってますけども、まあ、こちらに入っていただいて、オーバービューですね、一番上の。そうするとこちらの画面に切り替わりますんで、こちらのねシルバーステータス、まあこれシルバーステータスじゃなくて、マリオットアメックスプレミアムカード持ってる人は、まあゴールドステータスになってると思いますんで、まあゴールドステータス以上のね、スクリーンショット。で、下の方にですね、アクティビティですね、今までの宿泊実績ね、載ってると思いますんで、こちらのスクリーンショットを撮ってですね、添付していただくっていった形になります。まあこういった感じでですね、スクリーンショット撮ってね、添付して、あとはね、申請していただければなと思います。で、このね、ヒルトンのステータスマッチなんですけども、だいたい返信来るのにですね1週間からね2週間ぐらいかかりますので、でまたですねこれ送ってもですね全然ステータスがヒルトンのステータス切り替わらないとかね、あと返信が来ないとかね、まあいろいろあるわけなんですけども、私もねもうかれこれ3年前とか2年前とかにやりましたけども、一回ね、シカドされてるんですよね。何にも連絡返ってこなくて、何にもステータスも動かないみたいな、ヒルトンのね。ステータスマッチが通るとゴールドステータスに切り替わりますんでね。ですので、どうなってんのかなと思ってたんですけども、まあ、これはね、もう一回申請するしかないと思って、二回目申請したら返信が来て、まあ、その時はね、コロナの真っ最中だったんで、本当に開始していいですかみたいなね、確認メールが来て、いいですよ、すぐ始めてくださいって送り返したら、その1週間ぐらいにですね、この申請がね通ったっていう風になりますんで、まあ、ひとまずね1回2回ね申請して切り替わらなかったり返信がなくてもですね、ひとまずね根気よくね申請していただければなと思います。まあ何度もやってね申請通らないっていう方もね、まあ、中にはいらっしゃるんですけども、まあ、こればっかりはですねちょっと理由わかんないんですよね。画像ファイル、先ほどのね、添付するっていう画像ファイルを、まあ、JPEG に変えたら通りましたみたいなね、そういった方もいらっしゃいましたので、ちょっとね、原因はわかんないんですけども、もしね、これからやる方に関しては根気よくね、まあ、1週間、2週間経って連絡来なかったらね、もう一回送るぐらいのね、まあ、こういった感じでね、やっていただければなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルのポイント購入していただくと最大 100% ボーナスポイントキャンペーンとヒルトンステータスマッチのね、解説させていただいたわけなんですけども、まあヒルトンステータスマッチね、まだ14日でダイヤモンド維持できるんであれば、まあ一番最初はね、これで申請していていただいて、
ダイヤモンドね、体験していただくのがね、いいのではないのかなと思います。もちろんね、ステータスマッチ元のね、ホテルプログラムが必要になりますんで、まあ、マリオットとかね、IHG で上級持っている方に関しては、ぜひね、こちら、チャレンジしてみていただければなと思います。私もね、もともとマリオットホテルで利用させていただいてたわけなんですけども、まあ、結局ね、ヒルトンもね、利用してみたいということで、このステータスマッチ利用してね、ダイヤモンドになって、今もね、ダイヤモンド維持してるっていう風になりますんで、まあ、体験としてはですね、ぜひね、個人的にはね、利用してみていただければなと思います。マリオットとね、またヒルトンとまた違ってね、結構面白かったりいたしますので、もしね、気になる方はぜひね、チェックしてください。公式サイトね、概要欄に載せておきます。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。